今月25日から東北限定で発売されるのは、ザ・プレミアムモルツ東北祭りデザイン館です。東北6県の代表的な祭りが描かれていて、宮城からは仙台七夕祭りの吹き流しがあしらわれています。デザインを担当したのは山形市にある東北芸術工科大学の学生6人で、3、4年生を中心に応募があった30の案の中からコンペで選ばれました。 今まで行ったその仙台七夕祭りでの思い出とか、その時感じた感情みたいなのを思い出すきっかけになってほしいなっていうふうに思ってます。サントリーは2017年から東北限定館を発売していて、大学生との連携は4回目です。東北祭りデザイン館は数量限定で今月25日から。 東北各地のスーパーや酒店などで購入できます。